山田がみが思う長さと勇気について、イエーイこれメインでしょ、これメインテーマ今日の長さと勇気ね。もうさ、うちらの出会いはさ中学1年生からじゃん、うん、そうだよ、そう、あの子供こんなだったからね山田なんかもこんなだったよでもさ、でもなんだろうね、今中学のさ指導を結構やってるからさ、うん、思うけど中学校の3年間ってめちゃくちゃでかいと思う。他のプレイヤーとしてはやっぱ中学の3年間はめちゃくちゃでかい。え、なんでなんでそう、あのある程度思春期だからさ、うん、いろんな納得できないこととかある程度なんか自分の性格がさもう定まってきて、うん、私ってこういうもんみたいなのあるじゃん。その時期にある種あのメニーナっていう、うん、厳しい環境の中でやれたのはねいいかなって思うよね。でもさ、私たちもう入った時から違かったから、うん、どういうことあなたもう中1ぐらいからベレーザーの練習してたね確か。いや、中1の時は行ってないよ、中3からだよ。でも当時さ私たちは中1から高3ぐらいまでのさすっごい幅があるさ、あ、そうだね、チームだったじゃん、うん、今じゃ想像できないんだけど中1が高3と練習するなんて。そうだよね、かなりカテゴライズされてるもんね。全て一緒だったじゃん。うちらが中1の時さ大学1年生の人いたじゃん、うん、クリさん。あ、いたいたいた、クリさん、クリさんだから本当にすごいさ幅広い層だったんだけど、うん、やっぱりあそこのにセレクトして入ったってことは、うん、私たちはとね、あれなんだと思う、キャラ濃いんだと癖強いんだと。山田はすごいさまとめ役みたいな感じだったじゃん、一生懸命売りだったからさ、私はさ結構さ、うん、なんか自由奔放。まあそうだよね、今もねやっぱ自由奔放にやってた中1の時からやってたよ。もう自由だしさ、うん、なんていうの、負けたくない精神が強かったよね高3に対してもいや私たち中1よみたいな、そういうなんていうの、勝ち気っていうか負けん気が強いっていうかさ、うん、まあだから多分上に行けたんだろうなって思うよね。そこか、うん、だと思う。そんなにだって圧倒的な多分力の差って多分なかったと思う。だけどそういうパーソナリティ的な部分でどん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 差が出ていって、片やなでしこ片やマチクラブみたいな感じなんだよねそうなんで、ね、私別に能力的には高くなかったと思うよ全然。そんなことないと思うけどね。え高かったと思うよ。あ、でもね体格には恵まれてたと思う。あ、そう、それはあったね確かに。中1で、高校生とまともになんていうの、うん、張り合える体格はすごく、まあ、羨ましいなと思ってたよね。かといってその体格だけで渡り歩けたかっていうとそういうわけでもないじゃん。だからやっぱりなんていうんだろう、中止から変わってないよね変わってないんだ。え、待って、結論変わってない。変わったことがあるとしたら何？他人を受け入れられるようになったんじゃないそれはすごい、なんていうの、私たち間空いてるからさ、中3でそっからのつい最近だから、うん、20年近いギャップがあるからそこにいろんな経験がお互いねあるわけじゃん。だけどなんか多分全然長さと変わんないじゃんって思う反面、え、こんなに人受け入れられるのみたいな部分もあるよね。だから多分分かんないけど、この話したと思うけど、いろんな環境に揉まれたんじゃない、うん、まあ、それはあるだろうね。ドイツ行ったりアメリカ行ったり、うん、男子でやったりとか、うん、いろんなチャレンジしてきたから、やっぱり自分が自分でいるためにきっと多分何かを犠牲にしたんだろうねすげえ想像で語ってくる。そう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 、多分そうだと思う。なんとなくわかる。それは自分自身も経験したからわかるんでしょ。妥協っていう言葉は使いたくないけど、うん、なんか根回ししたりとかさ、やるべきことをやるためになんかそういうことはあるじゃん、生きていけばさ。そういう経験を積んだでしょ、いろいろ言葉一つとっても。でも根本的な性格とかそういう性質は変わってないってことでしょ。うん、山田から見たら全然そう。だからプレーも変わらないっていう。そう、プレーが変わってないっていうのがなんかすごく衝撃っていうか、うん、私的にはすごい変わってるっていうイメージがあるんだけど。え、そう、それはあれでしょ、慌てられるようになったから慌ててるだけでしょ周りと本質は変わってないと思うよ。でもやっぱポジションが変わるとなんかプレースタイルっていうかマインドセットも変わるからさ、その辺で変わってるなっていう部分、まあ、自分では感じるけど、多分確かにその本質的にもともと持っていたものっていうのは、うん、がなんかベースとなってるなっていうのはそれあるけど、うん、でしょ。いろんなさ、きっとサッカー長くやってるってことは、うん、なんか、まあ、怪我したりもそうだし、うん、ちょっと走り方とかもさ意識したりしてたじゃん、キックのフォームとかさ、なんかいろいろさ極めると極めたくなるじゃん、体が動けば ね。サッカー長く続けてたらやっぱりなんかその行き着く先ってほんと基礎基本じゃん。まさにそこっていうのを中1から変わってなかったから、だからなんか、あ、長さったなと思った。中1の時からそんな気質あった？私あったよね。なんか偉そうだったけどね
あんた中1だよって思ってたよ。高3にタメ語ダメだよって思ってたよ。チンさんとかにもさ、タメ語だったじゃん。そうだったっけ。久保田さんとかにもタメ語だったじゃん。だからさ、やっぱさ、中1だよって思ってたよ。あんた中1だよみたいな。試合出てると関係ないからね、中1だよって思ってたよ。もうね、その辺が多分社会的スキルがね、どんどんね、失われていったんだ。なんかもう身につける機会とかなかったんだと思う。だから多分トップになったんだね。ここ行ったんだ、ここ。ここね。だからさ、この前、約1年前か。モーガンと長里の試合をね、見に行った時に、長里全然変わってないじゃんって思ったもん。それがすごく衝撃だもんな、私にとっては。うん、久しぶりに見たけどね。映像では見てたけどさ、うんうん、映像で見るのとさ、やっぱ、実際に見るの違う。1レベルで全然違うじゃん。本当に、長里じゃんと思った。さっきの一番最初の話題に戻るけど、日本人らしい自己犠牲を払ったプレーをしてたよね。いや、もっとあんた自己中だったっしょって思ったけど。そんな自己中なプレーしてた？もっとなんか点取るけどなんか文句あるみたいな。点取ればいいんでしょみたいな感じだったよ、前はね。性格的な部分で言った、うん、だけど今は違うかな、違ったかな。なんかちょっと諦めも入った部分もあるかもしれない。それとなんかその、うん、自分の思い込みからなんか解き放たれたみたいな。点を取らないと自分自身に価値がないと思ってたから、うん、ずっと。怖だったしね。そう。だから点を取らない私に価値はないってずっと思ってた。そんなことないよ。だからそうやって生きてきたの、ずっと。だからそういう風に自己中に見えたんだろうね。間違いない。だってそれ以外のことやっても価値のない人間だって自分で思い込んでた。まあそうだね、うん、そういうなんか気持ちの変化がプレーの変化になったんだろうね。まあ多分そうだと思う。日本のスタイルは変わってないよ。なんならね、モーガンも変わってない。確かにモーガンも変わってないね、そこは、うん、もう最近はさ、それこそ点を取るだけが自分じゃないみたいな思ってんじゃん、モーガン。思ってるね、うん、思ってるっしょ、あのプレー見てたら。うん、そんな感じだよ、長さ。やっぱほら、年齢重ねるとそうなってくんだよ。でしょ。なんかの記事で見たけど、なんか自分はモーガンね、自分はなんかワンバックに影響を受けたから、うん、なんかスミスとか誰かに影響を与えたいみたいな記事あったよね。若い選手に影響を与えたいっていう、そういうモチベーションがあるんだ、うん、モーガン。おう、うん、見たい。私なんかそういうのあんのかな。なんかさ、その身近にさ、その日本人の選手とかいたら多分そう思うのかもしれないね。なるほどね。でもあれだよ、わかんないよ。その長里のさ、プレーとかを見て、例えばだけど海外でプレーしてみたいとか、海外で中心選手になって活躍したいみたいに思い描いてくれてる若い子たちいるかもしれないじゃん。そしたらそれはそれで影響じゃん。やっぱりあると思うよ、その影響力っていうのは。いや、まあ、でも触れる機会がないじゃん、その情報に。もう私がさ、ね、まだ現役でやってるっていうことを知らない人の今多いじゃん、多分。あ、まあそうだね。でもね、私の、 あの同僚ね、先輩なんだけど、長里のファンがいるって言ったじゃん、この前。うん、その人、まあ当時大気味だったけど、すごい大気味大気味って追っかけてたよ、当時はね。この前会ったんですよみたいな、うん、定期的に会ってるじゃん、アメリカ行ってるから、うん、そしたら、え、今もサッカーやってるのって言ってた。でしょ、ほら。だからやっぱ、うん。なんていうの、その時に注目を浴びてるんだけど、それが多分一過性なんですね。そう。だから、その時々の影響力ってあると思う。だから、ワールドカップも、そうだけど、長里が今現役でやってるってこと自体が、そもそも、なんていうの、私たちの年代に影響を与えてるかもしれないし、うん、今のさ、27、8ぐらいで、それこそ選手としてピークだけど、移籍したいなとか、どうしようかなって考えてる選手たちにとってはさ、やっぱ35で、35、6で、なんか現役で海外でやってるっていうのは、なんか一つのロールモデルになるパターンになると思って思わない？そこまでちょっと考えたことなかった。まず自分の年齢を 今ね、初めて今意識した。35、6か。って。だって澤さんそれぐらいじゃなかった？引退したらそれぐらいだよね。まあ、だから影響はあるんじゃない？昔はそれこそ現役中の、まあ、それこそ27ぐらいの長里の現役時代の目標を子供たちが目標としてたみたいに、うんうん、今はその27、8ぐらいの人たちが長里とか、まあ、奈穂さんとかもそうだけど、うん、そういう人たちをなんか目標にするっていうのはこれから出てくると思うよ。でもさ、もうさ、27、8ぐらいになってくるとさ、もう自分がどういう人生歩みたいなのかってそろそろ見えてくる？あ、見えてくるね。一番楽しいぐらいだからね。だし、でも30代になってからの方が人生楽しいんだけど、確実に。間違いない。まあでもさ、その私がサッカーまだやってるってことを伝える機会とかもほぼないし、だし、むしろアメリカでの方が多分今認知度高いと思う、日本より。本当にと思うよ。まあ、日本はそんな低くないと思うよ。だってでもインスタのフォロワーとか国別のフォロワーとか見るんだけど、日本のフォロワー 45% だから、うん、55% は海外。そうなんだ。日本に帰ってくる予定あんないでしょ。住みたいよ、日本に。住みたいっ
って思うよ。いずれはね。何の話してたか忘れちゃった。本当だよ。私について語る回だからね。すごい自分のわがままだけど。やっぱさ、その人に私がどう見えてるかっていうのを聞く機会っていうのがあんまないから、ちょっとこれをスタートにして、いろんなゲストにちょっとどう映ってるのかっていうのを聞いていきたいなと思って。うんうん、あ、いいと思う。意識した方がいいよ。そうでしょ。なんだろうね。まあ、年々サッカーは上手になってるよね。だから見てて面白いんじゃない？あ、コアなサッカーファンは多分長里を追うと思うよ。コアなサッカーなんか、なんて言うんだろう。え、今日長里どんなプレイしてくれんだろうみたいな。これは私がサッカー見てるからかな、アメリカの。多分そうだと思う。なんかそのさ、LA の時は絶対こういうプレイするよな、みたいなさ。あの、サンディエゴの時は中盤とりあえずボール回収するじゃ、とかさ。うん、だけど、まあ、ポジションによると思うけどさ。だからやっぱコアのサッカーファンは見るよね。今日どんなことやってくれんだろうみたいな。期待しちゃうっていうか。でもなんか、そういう期待感を持たせられるような、うん、なんか選手なんだっていうのを知ると、うん、なんか嬉しくなるね。うん確かにね。なんだろうね。それこそ、体が持つなら、なんか年齢とか多分関係ないと思うから、なんかずっとやっててほしいなと思うよね。三浦和的なやつ。ああ、それはどうなんだろう、ほんと。分かんないよね。なんか辞めるときっていつなんだろうって考えたことある？あるよ。どんなとき？やりたくなくなったときだと思ってる。ああ、仕事だもんね。そう。去年衝撃的だったから、それが。なんかその仕事だからっていうのが、うん、たまにそれがあの目的意識にしないと自分を保てない時っていうのがあるから、うん、まあそうだよね。そういうマインドセットは状況によって切り替えるっていう感じなんだけど、これは仕事だからっていう風にやる局面とそうじゃない時って違うし、うん、そうだよね、うん、なんかさ、ラピノ引退するじゃん。あの人なんで引退しちゃう？自分の役割は終わったと思ったのかな。怪我とかも最近しがちだからさ、そういうのもあるんじゃない。なんかそのプレイし続けることよりも違うことで価値を自分でこうね見出せると思ったとか、なんかよくわかんないけど、それは本人しかわかんないじゃないですか。まあそうだね。体的にきついかとかもわかんないし、メンタル的にもきついのかとかわかんないしさ、うん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 、けどなんかタイミング的にはでも今年のねワールドカップで辞めるっていうのはすごくそういう区切りで辞める人多いじゃん、結構アメリカ代表って。あ、そうだね。うん、終わり方とかそういうなんかブランディングとかあるんじゃない就活的なねやつ。そう多分ダラ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 続けるタイプじゃないじゃん。まあそうだ、多分私は多分ダラダラ続けるタイプだと思うんだよ、自分では。いいと思う。長くやってれば、なんか長くやってることの価値を伝えてほしいと思う。ありがとう。これからもね、花神のその言葉を胸にこれから先も頑張りたいと思うありがとう。も私モーガン引退したらアメリカ行かなくなるだろうな。ダメだよ、私が見に来て。でもモーガンの方が年下だから。そうだよね。引退させないよ、あと4年は。引退しないかな、言っといてくれるモーガンに。ピューのユニフォーム買ったんだからピュー見に来なきゃ確かに。でしょ。ピューね、見ないでもらいたい、はい、ピュー、うん、ま、そんなこんなで中学時代のチームメイト、うん、山田神に今回お話を聞いてみました、はい、ありがとうね。いいえ、これからも私の心の支えになってね一ファンとして応援してますありがとう。結構あの盗むからね、長里の言ってることとか盗むんだという感じで今日はこの辺で終わりたいと思います。では皆さん、はい、またね。またね。声カサカサ。